カンベイナス -1 はコンピュータ歴史博物館及び、米国コンピュータロボット博物館によって、世界最初のパーソナルコンピュータと考えられている。1970年にケンバックのジョン・ブイ、ブランケンベーカーによって発明され、1971年、初めに発売された。たった50台のマシンが生産された。システムは750ベードルで発売された。 2015年時点で世界に14台のみがコレクターの手元に存在すると言われている。カンベークマイナス -1 は1973年にケンバックの廃業と同時に生産を終了し、シティエデュケーションプロダクツに引き継がれた。シティはそれを自社ブランドの H5050 として販売したが、振るうことはなかった。カンベーク -1 は最初のマイクロプロセッサーが登場するよりも前に、 発明されたため、ワンチップの CPU を持たず、代わりに小規模集積 TTL チップがベースになっていた。この8ビットマシンは256バイトのメモリを搭載し、インテルの1404シリコンゲート MOS シフトレジスタによって実装されていた。命令サイクルタイムは1マイクロ秒だが、シリアルメモリへの低速なアクセスなどアーキテクチャの制約から、 実際の平均的な実行速度は1秒間2000、命令未満であった。マシンは並んでいるボタンとスイッチを使った純粋な機械語によってプログラムされ、出力は電球の列で成り立っていた。ありがとうございます。